か空飛ぶ岩か宇宙の神秘怪獣があった南の海の波間に深く幾万年も住んでるという一度来れば天地も裂ける嵐のようなその叫び声宇宙の神秘怪獣がガッパー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 ジョージ。それ。よいしょ。あ？どう？小柳君、いよいよ明日の朝はキャサリン主導だぞ。本当？うわあ、助かった。これ以上船に閉じ込められたら退屈でどうかなっちゃうところ社長のアイデアも結構だが、おかげでこっちは飛んだ島送りだ。黒崎さん、社長から入電ですよ。しょうがねえな、社長のやつ。計画を発表する気らしい。いかがです。これが我がプレイメイト誌創刊5周年を記念して近々にオープンする南海の楽園ですよ。まずこの沼には温泉を敷き、ワニやトカゲを。この熱帯地のプロムナードには南海の珍しい小鳥や可愛い動物を放し飼いにして自由に鑑賞していただく。しかしそんな動物はどこから？実は僕か我が社のスタッフと東都大学生物班が南太平洋の各島において着々と採集中でした。ああ、いいじゃない。素晴らしいですよ。素敵だわだが諸君、良いものは他にもある。今度の探検は各諸島より南海の美女たちをごそっとスカウトするのが目的でね。この広場は野外レストラン。お客様には彼女たちの野生味あふれる手料理と原始的なショーを十分に堪能していただくと、まあ、こういったようなわけです。なるほど。マスコミ界のあたりはいよいよ観光事業に進出ですな。いかがです。日本にいながら南海の学園が満喫できるこの我がプレイメイトラウンド、これです。これこれこれだって。いや、いよいよ明日だそうだね。待望の南海の楽園は。殿岡さん、あんたは待望だろうけど、こっちはこれから人集めですからね。ああ、羨ましいよ、君たちが。会社の費用でこんなところまで旅行できるんだからね。冗談じゃないですよ。あんたこそスポンサー付きで、のんびり小鳥でも追っかけていいんだ。君、僕たちは純粋な学術採集班として来てるんだよ。社長の計画に便乗したって言うんですか。黒崎さん。もういいか。でっかいぞ、こいつは。先生。
を戻せ、舵を戻せ。はい。どうやら収まったらしいな。怪我は？大丈夫よ。危なかったな。甲板にいたら海を放り出されるところだ。サブちゃんは甲板にいたはずだわ。え？なんだって？黒崎さん！どうした？こんな目玉が2メートルもある怪物が。怪物？え？釣っちゃったんですよ。船よりでかい尻尾で。バカ言うなよ。そんなでっかい魚がいるもんか。本当ですよ。嘘だと思うなら見てくださいよ。どこだ？皆さん、ここですよ。おい、何の騒ぎだ？何にもいないじゃないか。なあ、人探せもいい加減にしろ。夢でも見せたんだろう。おかしいな。あ、かかってます。危険ですからどいててください。ちっちゃー、今度こそ。危険ね。そんなことだと思ったよ。砂底に引っかかってただけじゃないか。サブちゃんにとっては小さなことも大きいね。黒崎さん、ちょっと。このお母さん。キャサリン諸島のオペレスク島です。じゃあ、さっきの地震。あの島だったな。よし、まず最初にあの島へ上陸しよう。何かしらあれ。イースター島の石像そっくりだ。だってイースター島とここでは何千キロも離れてるわ。太平洋の諸島は何万年か前地続きだったという説がある。それが陥没して太平洋ができたとすると、ここに同じ石像があっても不思議じゃないな。なんでその石像っていうのは。ん？何万年か前太平洋の底に沈んだ民族が残したといわれる謎の彫刻だ。へえ、こいつは面白くなってきたぞ。ひょっとすると宝探しもできるかもしれないぞ。上陸するのは我々7人だったな。何が起こるか分かりません。異常があったらすぐボートでしっかりしてください。大丈夫ですよ。さあ、上陸開始だ。おーい、
来たことあるぜ。何？嘘じゃないよ、確かに一度。黒崎さん、これプレーメイトランドの模型とそっくりじゃない。あ、そうか、社長の部屋で見たんだっけ。人気巡視だ。あなたたち日本人か。そうだ、日本人だ。日本語わかるのか。中隊長、どれか。中隊長、私だが。ザザ・ワクヤブン、エリア・デモ。約束した、また来る。たくさん寝てあなたたち来た。もうガッパ怒りやめる。ガッパ、もう大丈夫、みんな嬉しい。ガッパって何かしら。多分守り神だろう。我々は地震を沈めに来たと思ってる。そういや地鳴りが収まったな。おや、大きい石の神様はどこにある。大きいこう石のだな。ガッパ、あれがガッパか。ガッパの正体がつかめそうだな。中隊長立ち入る。ガッパ眠る。いや、僕たちにはそんな力ないんですよ。またいつ怒り出すかわからない。ねえ先生、この人たちみんな日本に連れて帰った。プレイメイトランドと言ってもわからないかしら。あなたたちの住める土地が日本にできるのよ。私たちここで生まれた、ここで死ぬ。だけどこの島は離れないと危ないんですよ。吉田前、僕たちはね、学術採集に来てるんだ。黒崎君の手伝いまでする必要はないだろ。何が。ガッパが守り神ならなぜ島の人たちが怖がるのかしら。未開民族はね、一番怖いものを守り神にするのさ。違う、ガッパ違う。おお、日本語わかんのか。おじいさん教えた。じゃあガッパは守り神じゃないっていうのか。ガッパ飛ぶ。ガッパを見たことあるのか。昔からそう言ってる。ますます分かんなくなった。とにかく石像のところまで行ってみよう。
私なら連れてってくれないようにな。よし、こうなったらこっちが先に見つけ出してやるぞ。びっくりしたな、もう。同じだ。イスタートの石像と全く同じだ。でもこんなところに何のために。行ってみよう。いけない、行ってはダメ。どうして。これから先行くと死ぬ。島の人誰も行かない。大丈夫だよ、まさか石像が動き出しやしまい。いけない、ガッパ送る。先生、黒崎さんたちは見えませんね。見たまえ。あそこ入ってみよう。でも、いけない、ガンパ送る。心配すんなよ、中隊長に知らせてくれ。日本人友達、あそこへ行ったってな。なっちゃったな、もう宝探しどころじゃないよ。あれだな。私嫌いよ、こんなところ気味が悪い。しっかりしろよ、君だって一人前のキャメラマンだろ。だってだったら東京に帰って玉ねぎでも刻んでろ。まともなサラリーマンと結婚して子供を産んでお家でも洗濯してるんだな。行けばいいんでしょ、行けば。
信じられない。火山の下にこんな湖があるなんて。私たち生きてるのね。生きてるよ。この通りね。この湖を最初に発見したのは私たちたった二人だけなんですもん。やっぱり君は僕の飼ってるキャメラマンだな、黒崎さん。だからガンガン言っちゃうんだ。許してくれよ、悪気はないんだから。動物の墓場だったのか、ここは。何のことはない。あれがおそらく島の人たちが言っているガッパだよ。さぞかし暴れたんでしょうね、大昔は。多分ね。あの石像は古代民族がその動物を封じ込めるために建てたんだな。黒崎さん、黒崎さん、ひどいよ、宝探しに僕を置いてくなんて。宝探し、サブちゃん、また夢でも見たのね。違うんですか。あれ、あれなんだろう。岩かし、行ってみようか。卵だわ。まさかこんなでっかい卵があるなんて。だがそうとしか思えない。すまない、殿岡さん、実はちょっとした獲物を発見したんだ。獲物？殿岡さんに見ていただきたい。行ってみようか。卵に間違いはない。たった今孵化したばかりだ。まだその辺にいるかもしれない。捕まえるんだ。待ってください、下手に手を出すと危ない。大丈夫だ。待って、いけない、ガッパ怒る、いけない、いけない、ガッパ怒る、いけない。大丈夫だ。
日本人来た。ガッパたくさん怒った。じいさん、恨まないでくれよ。俺たちは地震の神様じゃないんだから。あなたたち帰る。ガッパ、もっとたくさん怒る。だから、私たちの船で日本行きましょうよ。ね。だから、あの連中はね、何を言ってもこの島を離れない。残しておいたら。大丈夫だよ。あれだけの地震に耐えられたんだから地盤は固いんだ。まさか、この島は沈むことはないだろう。これ、いけない。ガッパ怒る。中が爬虫類じゃないか。あなたたち持って帰る。ガッパ呪いかける。もっとたくさんたくさん怒る。これガッパ返す。じゃあこいつを湖の底にぶち込めば気が済むってのか。湖？ガッパの正体を教えてやろうか。骨だ。骨なんだ。何百年も前に湖の底に沈んだ動物の骨なんだ。なるさ。気味の悪いのは外見だけ。とってもおとなしいわ。しかし何万年も前に死んだ爬虫類の多聞がよく生きていたもんな、うん、多分あの洞窟は数万年もの間非常に低い温度を保っていたんだろうな。すると氷河の跡だったのかしら。おそらくね、冬眠状態だった多聞が地震の際蒸気で孵化されたとしか考えられないな。なるほどね。親は卵を産み落とすと湖の底で静かに眠りについた。その子供は数万年後の今日、産声を上げる。こいつは劇的な記事になるな、うん、でも、この子供はあの島でそっとしといてあげた方が良かったんじゃないかしら。気になりますか、島の人たちが言った言葉。そうじゃないの。珍しいだけに、これから人間の手でいじり回されると思うと。考え方の違いだな。え？僕は爬虫類進化の研究に役立てばいいと思ってます。世の中には、殿岡さんのような方ばかりがいるとは限らないわ。どういう意味ですか。社長なら絶対商売にするってことよ。社長に胸を打っておきましたよ。びっくりするだろうな社長のやつ。よそらえてさあ、あおちょうだいと。いやあと膝曲げてガッパガッパないですね。社長、はい、身長はどのぐらいですか。あおちょうだいと、うん、1メートル60センチだ。そんな小さいんですか。小山、はい、人間の価値を背の高さで決めるな。アコちゃん、社長は務まらんぞ。いや、ガッパの奥さんが聞いたんですよ。バカもん、先にそれを言え。胸張ってのまあ、せえもう一つがほら広げてきい。小山ぐるっとかけて今日そこまでね。はい、どうもありがとう。よく探しといてね。よくできた。はい。鶴子踊り終わったの。パパまだ？うん、大事なお仕事なんだ。勘弁しなさい。つまんない、すぐ仕事仕事って。分かった分かった、用事が済んだら何でもしてあげるからね。じゃあママを探してくれる？ん、何を言うんだ。ママは死んだじゃないか。だから新しいママよ。
私、踊りの先生がママになってくれるといいと思うんだけどな。バカなこと言うんじゃない。さあさあ、あっち行ってなさい、あっち行ってなさい。どうも、散らかしておりまして。おい、どうだ、あったか、ガッパは。見当たりませんな、そんな爬虫類は。おいおい、誠意を持って調べろ、誠意を持って。話だけでは新聞記者はカモメ丸を出迎えんぞ。これで全部です。社長、臭いですね。ん？何が？いや、最終班からの伝聞ですよ。ひょっとすると奴ら南方ボケで、こう、噴火で火傷したトカゲでもいろっちゃうんじゃないですかね。何だと？ありえますね。火傷のトカゲ。そうです。きっとそうですよ。高い銭を使った挙句トカゲ一匹しろよって世紀のスクープだと、一路帰国の途につくだと、チキショはやつらプレメートを潰す気か。何がオッペレスコだ。There was an explosion at Obelisk. What? There are many people on that island. Well, we will help them. Kimi, how slow now? More speed or doesn't look?わしをだけどのトカゲと心中させたいんだ。え、港にはな、お前たちが採集したことになっとる鳥や動物、南海の美女を目当てに20社も首を長くしとるんじゃ。何と言い訳するつもりなんだ。失敗したと言いましょう。やっぱりそうか。いささか後ろめたくなってわしを呼びつけよったな、貴様。冗談じゃないですよ。
ガッパの生態は来月号のグラビアでドカンと独占発表するつもりです。わしがその手を食うと思ってるのか。まあ犬脇は見てからにしてください。そんなものはみんでも分かっとるわ。というようなわけでね、ガッパの子供の件については今後当分絶対口外をしないでいただきたいと思いましてね。それは無理ですね。港に着けば検疫はあるし。うん、モーターボートで運びますか。モーターボートでね、マスコミの目を避ける意味でも。しかしこの地球上にたった一匹しかいない。しかも数万年前の爬虫類ですよ。こいつは素直に発表すべきだと思いますね。学会のためにも。この岡さん、今度の探検は誰がスポンサーだかご存知でしょうね。あ、いや、何もね、私は一生秘密にして買い殺しにしようと言ってるんじゃないんです。まずうちが来月号のグラビアで独占発表する。ドッと来たところで我がプレイメイトランドで大々的に公開する。それで十分じゃないですか。しかしですね、一出版社の利益のためにたとえ一時的にでも貴重な実験体を隠すなんてことは僕にはできませんよ。殿岡さん、あんた発表を我々に独占されたくないんでしょ。何ですって？はっきり言ったらどうなんです。生物学者として博士を取れるチャンスだからと。君、あんたに学者としての名誉があれば俺には記者としての誇りがある。博士号と同じようにスクープは俺の命なんだ。返事をしてください。どうしてもあんたの学者としての良心が許さないって言うなら俺は止めない。だが俺にも意地がある。あの子供は誰にも見せない。黙ってオベリスク島へ返す。しゃあ、来月号を見て腰抜かすなよ。それで発表した後どうするんです？分からんのか。あの怪物をどんどん成長させて我がプレイメイトランドの読み物にするんだ。しかしそんなことしたら危ないでしょ。バカを言え、ライオンだって飼いならせるんだ。あの怪物に芸を仕込んでやる。うん、その係はお前たちだぞ。はこれは絶対商売になる。週間で約50センチ。この分で成長したらどのくらい大きくなるのかしら。いずれここでは飼えなくなるでしょうね。じゃあやっぱりプレイメイトランドに。いや、正直言って僕はあの社長には渡したくないんです。私もよ。あなたの研究を成功させたいわ。ありがとう。差し入れだ。どうも。殿岡さん、小柳君はあまりこき使わないでくださいよ。腰音痴ほとんど寝てないんですから。いや、僕は別に。私が好きだって手伝いしてんのよ。ほう、好きでね。この子供、おとなしいけど気難しいの。鏡を見たまえ。22歳だってのにめっきりシワが増えちまったぜ。そんなこと勝手よ。あなたの奥さんじゃあるまいし。ほっといて。ずくずく言う人だな、あなた。あの人には動物に対する愛情なんて全然ないの。記事さえ面白ければ。それは彼の仕事でしょう。おかしいわ、あなたがかばうなんて。いや、そういう意味じゃないんだ。僕だって仕事してます。彼とは立場が違うけど。おい、これを見たまえ。爬虫類にありえない。むしろ鳥に近いな。
というと？何千キロ離れていても自分の巣を忘れない能力があるってことだよ。そればかりか遠い仲間へ自分の存在を伝えることもできる。じゃあもしあの子供の親が生きてるとしたら。うん、十分ここにいることを伝えられるだろうね。こいつが細田君を。うせよ、うせよ。こいつはもともとわしのもんだ。何をしようとほっといてくれ。しかしそれにしても金属でもないのにスパークしやがった。こいつは大変な化け物だ。社長、帰ってください。何？こいつを特ダネにしたかったらのこのこ顔出さないでくださいよ。We'll make an investigation. Sir, two unidentified submarines following us. What? Two unidentified submarines following us? Yes, sir. And they're coming up fast. Gappa! Omar 6 bin.現在地上空で待機し、5分後に着陸態勢に入れ。506、了解。なんだよ。ん？あ、接触するぞ。こだけろ。6便の付近を飛行中の2機に次ぐ機種とライセンスナンバーを告げよう。いや、あんな巨大な飛行機は見たこともありません。それが2機急上昇してきたんです。急上昇、ほとんど垂直にです。しかしね、下は海じゃありませんか。もちろんそうです。私もわけわかりません。それはほとんど同時に両側を通過して、時速はジェット旅客機ぐらいですか。両側をね。確かに2機です。で、飛び去った方向は相模湾の方です。おお、相模湾。急降下してきました。相模湾方向へ飛んだと思われる2機の正体はその後の調査によってもまだ判明しておりません。分かり次第。もしガッパの親がいたとしたら飛べるだろう。いや、羽は相当退化してるし、たとえ親でも無理だろうな。しかし常識では考えられんことがある。小柳君、僕らとんでもない勘違いしてたかもしれないよ。え？なんだあれ。
海に出現した2匹の怪獣が今後どこを襲うか全く予測はできませんが、対策本部ではすでに自衛隊と米軍に撃退協力を依頼し、まもなく攻撃が始まるものと思われます。
おい、あれ見ろ。ああ、ああ、調子で暴れられたら今後どうなんだろうね。積極的な対策が全然立ってないらしいからね。揉めてんだな、爆雷投下にもまたあらゆる毒液もその効果が全くありません。おそらく口からの光が原因ですな。鉄をもとかす殺人光線にも匹敵する。あれが水中での全ての効果を抹殺しているとしか考えられません。まあせめて陸上へおびき出せば大型ミサイルで。そうです、殺す以外に方法はありません。なんとか湖から誘い出して。一つだけ手段があります。外部からの音波ですが、ガッパは一般の爬虫類や動物に比べて音に非常に敏感です。例えばこれは人間にとって不快な音でしょう。約1万2000サイクル程度ですが、これを3万サイクル以上に再生して水中から流したとすれば。成功の公算はありますか？少なくとも湖から追い出すことはできるはずです。野生と素朴で人間的な優しさ、何か触れ合うものがあるんじゃないかな。子供に愛情を持っていたんじゃなかった。結局は自分の研究に満足するためだけだったんだわ。男には誰にだって野心がある。自分が好きで選んだ道で成功したい。僕だって、その方だって。分かってやれよ。彼の気持ちも。好きなんだろう、殿岡が。そう思う。違うのかい？私ね、あの島の洞窟であなたと二人だけが生きていると思ったとき、一生離れたくない気がしたの。小柳君、
嫌い。あなたも、そのお方も嫌いだわ。この方、米海軍のドクター・マクドナルドです。やあ。あなたたち無事だったの。よかったわね。ミスター・クロサキ、ドクター・マクドナルドです。How do you do? I've heard about your trouble from this boy. この少年から話聞きました。ガッパ、子供探して日本へ来ました。子供、島へ返してください。ガッパの親、怒るのやめます。一緒に僕の島へ帰ります。何？ガッパ、子供かわいい、とてもかわいい、だから怒りました。お願いです、島へ返してください。黒崎さん、親が子供を愛するのは人間だってケダモンだって変わりはないはずだわ。きっと一番正しいのよ、この子の言ってることが。私たちが間違っていたんだわ。ね、返しましょうよ、あの子供をすぐ返すのよ。返したら絶対にガッパが暴れないと君は保証できるのか。でもできるだけのことはしてみましょうよ。見たまえ、もう遅いよ。準備完了です。うん。成功だ。ミサイル隊発射よ。
を急げ。日光方面はどうなんだ。確実な情報はまだ掴んでおりませんが、相当な被害が。熱海川口湖周辺は壊滅状態だ。ミサイルが効果がないとすれば、とにかく東京を守らないといかん。万全な配備をするように。はっ。第一管区緊急配備につけ。全域に緊急避難命令を発令しました。黒崎さん、お願い、一度だけ私の言うことを聞いて、あの子ガッパを返してやって。かけよ、結果は分からないわ。でもこの子を信じてあげて。私たち理屈だけで何も分かっちゃいないのよ。ガッパのことはこの子が一番よく知ってるのよ。何を言うか、トワケ。子供を戻せばガッパどもが退散するだと。それしか方法がありません。頼むよ。誰に丸め込まれたんだ。せっかくこれまで大きくしたもの、誰が返して止まるもんか。皆さん、ガッパはすでに隣近くに来てますよ。このまま放っておくと日本の首都はめちゃくちゃに破壊されますよ。ともかく、あんたも一つ穴の無地なら、もしこの予兆を戻して実ガッパの怒りが収まってみろ。我が社はおるか。あんた方も世間の非難を一手に浴びる。それでも構わんとでも。やむを得ませんね。その時は。黒崎、貴様首だけじゃ済まんぞ。幼稚を連れ込んだのは僕です。責任は僕一人で取ります。わしは渡さん。何が何でも決してこいつは渡さんぞ。パパ、お願い、返してあげて。動物だってお母さんに会いたいに違いないわ。うるさい。こんな化け物に母親も草もあるもんか。パパのバカ、パパなんか大嫌い。社長、それでも人の親ですか。あんたはまるで人が変わった。気違いの言うことなんか我々は聞けません。さあ、みんな準備かかろう。あ、ヘリの手配終わりね。もうすぐ着きます。こちらも準備完了。 OK、 レッツゴー。京浜工業地帯に向かいつつあり、すでに羽田空港も閉鎖されました。もはや対策本部もおつてがなく、人影もない市の町は蹂躙されるがままになっております。なお、新しい情報が入り次第またニュースをお伝えいたしますので、どうぞスイッチをお切りにならずにそのままお待ちください。ドクター、ヘリのスピードをもっと上げさせてください。無理でしょう、あれだけの重量を運んでんですから。Thank you.
ダメだ。火事の音で聞こえないんだ。サブちゃん、テープがあったわね。そうだ、研究室で撮った子供の鳴き声だ。はい、これですよ。私たちの賭けが当たったのよ。カッパ、早く島へ帰って。誰も邪魔しない。早く。
さんごめんなさい。私あなたたちの仕事をすっかりダメにしてしまって。いや、我々は新しい毎日の中で人間として最も大切なもの、素朴なものを忘れてたんだ。そう、払った犠牲は大きかったけど、ガッパは我々に貴重な体験を残していったのかもしれないな。私今度会社を辞めることにしたの。私って結局平凡な女だったのね。玉ねぎを刻んだりおむつを洗ったりするのが一番性に合ってるんだわ。私、じゃあさようなら。君、小柳君を一人で返してしまっていいのかい？翼と翼触れ合うように大空高く旋回すれば、歓喜の叫び世界に響く。さよなら日本、さよならガッパ。真っ赤に燃えた太陽を受けて、仲良く親子故郷に帰る。仲良く親子故郷に帰る。